3分でわかる。日体ミ。どうも唐揚げ大佐です。この動画では、バシッと3分で、日体ミさんを紹介していくぞ。日体ミ、1985年12月10日生まれ、血液型 B 型、身長153センチ、所属事務所、ディファレンス、ラブライブ伝説のユニット、ミューズのリーダーを務める、そんな彼女の生い立ちを見ていこう。1985年12月10日、長野県に生まれる。4歳からピアノを習っており、歌が大好きだった、が、歌手になることは考えてなかった。小学生時には演劇クラブに入り、大ハマり、役者に憧れを持つ。高校時は友人とバンドを組んで活動していたようだ。大学進学時、進路に悩む中、音楽が大好きであると再認識。専属学園音楽大学へ進学、声楽コースを専攻。音楽大学を首席で卒業後、進路を模索する中、セーラームーンR、乙女のポリシーが大好きだったことを思い出し、アニソンの道に進む。2009年、株式会社 S のアーティストオーディションでグランプリを受賞。2010年には、そのまま入所する。もともと歌詞希望で、仮歌、コーラスなどの仕事をしていたが、社長でありアニソン歌手佐藤博美から声優を勧められ、2010年末に発表の OVA、タイムパラフィン桜のメインキャラ、白川小鳥を演じ、デビューとなっている。が、実はすでに、運命の時が訪れていた。ラブライブ、大阪ほのか役で出演。2010年8月のコミケで、ラブライブ初のシングル、僕らのライブ、君とのライブを発売。ミューズではリーダーを務め、太陽のような明るさとたくましさで、個性的なメンバーをまとめていく。2011年には、アニメ、境界線上のホライゾン、丸がなるで役で出演すると、2012年1月、ゲーム、リトルウィッチパルフェのオープニングテーマ、ハートフルウィッシュにて、念願の歌手デビューを果たす。2月には、ラブライブ、ミューズファーストラブライブを、横浜で開催。夏には兄様に、ミューズとして出演。4月には、ダカーポ3のメインヒロイン、森園律香を演じる。2013年には、アニメ、ラブライブが放送開始。またこの年、全日本恐竜検定3級に合格。ファンの間では恐竜好きが有名で、後に行われる、ラブライブ×サンリオのコラボでは、ほのか、ディランのカップリングを果たす。2014年には、ラジオ、日体ミノエミュージック、通称ツンラジが開始。9月には、ブシロードミュージックより、シングル、笑顔と笑顔で始まるよ、で正式に CD デビュー。しかし、2015年2月、声帯結節が発見されたため、短期間の休養を挟む。6月には、映画、ラブライブが公開。10月にはファンクラブ、エミリングを発足させる。また、同月、ファーストアルバム、エミュージックを発売。11月には、初のワンマンライブを行う。大晦日には、ミューズとして紅白歌合戦に出場。2016年、東京ドームにて、伝説の、ミューズファイナルラブライブ、が開催。このライブをもって、本格的なミューズの活動は、一区切りを迎えることになる。また9月には、2014年から続けていた、ヴァンガード G、の安城徳葉役を降板する。2017年8月には、株式会社 S、を退所。9月から、ディファレンスへ移籍する。同じく9月には、東京ゲームショウに、アクアのリーダー稲見アンジュと共に登壇。異なる作品のキャストが初めて、ラブライブの場で共演を果たし、多くのライバーが歓喜した。2018年5月には、スクフェス感謝祭にて、内田や、徳井空と共に参戦。また同月、アルバム、エミュージック32を発売。6月には、大阪、東京にてライブツアーを行う、が、これを最後に、ブシロードでのアーティスト活動を終了している。夏には、おこじょと山根のおこじょを演じ、同じく長野出身のアクア声優、栗畑愛と共演。西武ドームで始球式も行った。2019年末には、レーベル、ストレイキャッツから、アーティストとして再始動することを発表。ストレイキャッツは、ダカーポ3や、ラブライブの元プロデューサーで、デビュー直後から親交があった草良陽平が率いている。一方で、数年前から発声障害を患っており、現在は回復途上であることも発表した。2020年には、ラブライブフェスにて、ついにミューズが2日限り復活、あのオレンジの光景は、まさに伝説だった。3月には、シングル、シングリングにて、アーティストとしてリデビュー。6月には、プリンセスコネクト挿入歌、ハートフルプレイスを歌うなど、復活傾向を見せる。また、九州のローカル番組、ドゲンジャーズに、アイドル役で出演。2021年には、舞台鬼もおかしな物語に出演。また、6、8月には、全国7カ所を回る、カバーライブツアーを開催。今後も、全盛期の力を取り戻しつつある日体ミに、ぜひ注目していただきたい。といったところで、ラブライブのリーダー、日体ミをご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。